どうも中島がカタール行くのめっちゃ言われてるけど、なんかビゼルだったりパウリーニョだったり向こう行って戻ってきたらなんか強くなった感じするよねっていう選手いるから、そんなに悲観することないのかもね。楽しみ、リョウザフトボールでーす。まあ、カタール日本にアジアカップで勝ってますしね、まあ、リーグ自体もですね、すごい育成力注いでるって感じなんで、なんか調べれば調べるほどですね、そこまで、まあ、悲観すること自体がなんかこう失礼なのかなっていう、カタールっていう国に対してっていうのを、ちょっと思ってたりする今日この頃です。というわけで始まりましたトークザフットボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今回はですね、やはりバルセロナ対レアルマドリードの、コパデルレイ行われましたファーストレグ1対1のドローということで、実際ですね、まあ、試合の中でどんな攻防が行われていて、セカンドレグに向けて、まあ、どういった修正が必要なのかみたいな、そんな話を今日はしていきたいと思います。まずはですね、スタメンの方をご覧ください。はい、バルセロナの方はですね、メッシが欠場といいますか、ベンチスタートになりましたね。そしてですね、レアルマドリードの方は左サイドバック、最近はレギロンが使われてましたけれども、マルセロが使われまして、アンカーですね、マルコス・ジョレンテが、カゼミロではなく入りました。後半からカゼミロが出てきましたね。というわけでこの試合ですね、レアルマドリードの、サンチャゴ・ソラーリ監督、この監督はこういう風に言っています。試合後のコメントです。比較はいつだって無益だ。我々はしっかりと仕事を行うチームであることを示した、というわけで、はい、この画像がですね、そのレアルマドリードが遂行した仕事をですね、表している画像ですね。それどういうことかと言いますと、このエリアですね、まあ、ハーフスペースとかトレーラーゾーンとかね、まあ、ごっちゃんされる呼び方なんですけれども、まあ、ピッチをですね、縦に5分割した時のサイドから2つ目の位置ですね、それがハーフスペースと言われまして、でですね、サイドバック、センターバック、そして、ボランチと、サイドハーフ、その間のですね、このですね、まあ、縦のゾーンをトレーラーゾーンとか言われます。なのでですね、まあ、バルセロナにとっては使いたいスペースがこの辺り、そしてこの辺り、ここでですね、ボールを受けられますと、前を向いた時にサイドにも展開できますし、中にもパスを通せますし、ドリブル、ミドルシュート、いろんな選択肢が生まれてきます。ここを使うのが得意なチームがバルセロナでして、右には左利きのマルコムが入っている、左には右利きのコウチーニョが入っていますので、中に入ってきてこのスペースでボールを受けようとするわけですね。そうすると大外が開くんですが、バルセロナの場合、中央で、このね、クロスを叩き込むみたいなタイプの選手はスアレスしかいません。そうなりますと、サイドをですね、捨てて中央を絞るっていうのは、まあよくね、バレンシアもやってきましたし、今回のレアルマドリードもやってきた、まあ一つのね、仕事だと思うんです。なのでこれをですね、きちんとレアルマドリードは遂行して、ここに簡単にボールを通させず、外をですね、開けるような守備をした。なのでこの場合ですね、必要なのは、外に張ってですね、この高い位置でボールを受ける、必要があるんです。そうなると、いつも説明している通り、相手のサイドバックが出てこざるを得なくなるという、まあ、そういった状況ありません。ただいつも言うより攻めでのですね、高い位置を取るっていうポジショニングがあまり得意ではない。まあ徐々に改善はされてるんですけれども、まだですね、きちんと相手を釣り出すような、きちんとね、ボールが出てくるとき、味方が見ているときのポジションの取り直しっていうのはそこまでうまくありません。で、左のジョルディアルバもこのシーンではやっぱり高い位置を取っていないように、こういう風にですね、中央に、守備を相手が、レアルマドリードが集中させればいい状況っていうのを、バルセロナはですね、まあ作ってしまっていました。で、前半2分23秒このシーンなんか特にすごいなと思ったのが、ここはきちんとですね、ジョルディアルバ高い位置を取ってるんです。でですね、サイドバック、このね、カルバハルが、このジョルディアルバを見なきゃいけないのかなみたいになってる時に、右の、レアルマドリードのウイングのバスケスが左のサイドバックについてることありましたが、このシーンここにいるんですね。カルバハルが外を見てますので、中のこのですね、コウチーニョに通すような、こういったパスを警戒してここにいる。そして次のシーンです。はい、中に一旦ポジションを取ったところから前に出ていってるんですね。なのできちんとこのボールがあるサイドのハーフスペースにですね、人がいる状態の時にボール通させないみたいな、そういった守備をきちんとできてるんです。なのでこの場合ですね、まあお分かりの通り、この攻め度ですね、この攻め度が、高い位置を取ることによって、まあ、サイドチェンジとかでですね、ここでボールを受けられますと、一気にレアルマドリードの選手、スライドしてこなきゃいけないので、中がフリーになりやすいですし、その場合一番ね、早く、このね、攻め度が高い位置を取った場合に寄せてこれるのは、皆さんお分かりですね。マルセロ。このマルセロがこう出てこれますので、そうなると中が空いてフリーになる選手が出てくる。つまりですね、バルセロナこう揺さぶらなきゃいけないところで、ちょっとですね、判断を間違えてしまうシーンがありました。で、次の画像です。はい、こちらのシーン、まあ、角度不足というふうにですね、まあ、表現したいシーンなんですけれども、配信中にも指摘したようにですね、中盤の右のインサイドハーフ、レアルマドリードのモドリッチがですね、前に出ていって、ツートップのような形ですね。で、バルセロナはそれに対応するために、このシーンは、ラキティッチが中盤から降りていって、3バックのような形になってるシーンです。
なのでここにモドリッチがですね、まあ、出ていっていまして、アンカーの、このね、マルコス・ジョレンテが1列上がりまして、バルセロナの中盤2枚に後ろからプレスをかけに行く状況です。この時なんかね、ちゃんとバスケスが左サイドバックのアルバについていって、ここのねマークをきちんと後ろから出ていけよというふうに指示をしている、まあそういったシーンでして、ここで有効なのはですね、まあレアル・マドリードがどんどん前にね出ていく守備をしていますので、陣形が いびつになる、ちょっと間延びするところが出てくるんですね。それがここです。はい、コーチーニョがですね間で受けようとしています。なのでこのですね、アルトゥールがボールを受けた時にですね、ここから前を向くのは後ろからマルコス・ジョレンテがですねすごい勢いで迫ってますので厳しいと。ってなるとレイオフ、自分は、向かうゴール側にですね背中を向けてるんですけれども、取るべきゴール側に背中を向けてるんですけれども、自分より後ろにいる味方に 前を向かせるパスをできますね。なのでこの状況でこういうパスを出すと、ラングレがですねこの位置ではなくこういった位置にいますと、パスを受けた後くさびのボールをですねここにコウチーニョに入れやすいんですね。この位置にらへんにいますとこうこうみたいな、イメージです。ただここのですね縦関係のような状態でボールを受けてしまっているので、角度が足りずに距離も長いので、このボールが移動している間に相手は寄せるのが簡単になってしまうみたいな、これですね最近よく聞かれるリバプールが調子が悪くなってきた理由、これと共通する部分あります。リバプールもまあ逆のセンターバックですけど、マティップがですねこういったボールを持つときに角度をつけれず縦のボールになってしまって、縦のボールって基本的にですねゴールに向かって背中を向けて受けることになってしまいますので、相手の寄せもまあ厳しくなってそれだけ時間もかかるって感じなんですよ。ただ斜めだと半身になりますので、そのままねゴールに向かいやすくて相手もワンタッチでかわされやすいので寄せにくいみたいな、まあそういった状況もありますので、ここはやっぱり角度をつけることが重要で、また角度をつけることによってディフェンスラインが上がりますので、攻撃の時にね、この上を、縦の、この幅がコンパクトになって相手にボール奪われてもこの奪い返しやすくなるみたいな、まあいい効果たくさんあるんですね、あの後ろから、ショットパスをつなぐ上で。なんでこの辺はきちんと角度をつけたかったシーンでして、こういったちょっと細かいところがですねすごく重要になってくる。こういうのをしないとレアルの選手がボールサイドに寄ってきて、もうコウチーニョにですね効果的な縦パス入れれなくなるみたいな、そういったシーンになりましたので、この角度っていうところを今後注目して見ていくと、まあどのクラブのチームのファンの方も楽しいんじゃないかなって思います。で今はですね、まあディフェンスラインでつないでる時の話をしていたんですけども、次はですねゴールキーパーからつなぐ時、これもねきちんとですねあのプランを明確に立てて遂行したね、きちんと仕事をやりきったっていうソラーリマドリーの一つの特徴だと思います。どういうことかと言いますと、2センターバック開いてる状態でですね、両ウイングがここ高い位置にいて、センターバックとですね両サイドバック、まあ、出る位置によってですねこの守備の仕方を変えられる状況。じゃあワントップのベンゼマどこいるんですかってとこなんですけど、ここなんですね、ブスケツを見てるんです。で、2インサイドハーフ、このクロースとモドリッチが、中盤に上がってきて、後方でですねマルコス・ジョレンテが1枚余る形になるんですね。でサイドバックこれね、マルセロとかはこのね、バルセロナのサイドバックに、攻め戸について反対側ですねカルバハルは左のアルバを見るっていう状況なんですけど、これですね、画面に映ってないところがすごく重要なんです。それがこちら、スアレス、マルコム、コウチーニョ、この3トップなんですけれども、このですね、降りていったコウチーニョについていってるのはバランなんです。でこのスアレス、ワントップのスアレスについてるのは先ほど中盤で余った、マルコス・ジョエンテ、それがですね降りていって3バックのような形、そしてセルヒオ・ラモスはマルコムついてる。つまりですね1人余った中盤が下がって2人のセンターバックと協力して3対3の状況をバルセロナと作ってる。で長いボールに対してはこの3人が、スアレス、コウチーニョ、マルコムですので、まあ、スアレス以外は結構勝つ確率高いと思うんですよ。なんでこういったですねきちんと役割を明確化してバルセロナに長いボールを蹴らせて回収するっていう、まあそういったやり方をできているな、やり方をするための準備をね選手が迷わないことをきちんとソラリやってきたなっていうふうに、僕は思いました。でここでバルセロナの問題としてはこういった、まあこのシーンはコウチーニョですけどスアレスとかがキープした場合、こういった風にねあの中盤の選手たちがマンマーク受けてるとき、前に長いボール出た後にですねここでキープできる選手がいると、後ろから上がってくるときマークしててもあのそこのね頭を越えられてしまいますと、今度ね自分がマークしてる選手が裏に走り出しますので、気づいたらスアレスにボール入る、落とす、ラキティッチだったりとかアルトゥール前向きでボール受けられるみたいな、そういった状況あるんですけど、バルセロナ今回ちょっと押し上げが遅かったですね。なんでその辺でスアレスが孤軍奮闘に、移ってしまうところもありましたし、またバルセロナこの3対3の状況で、まあ今
マですと、このね、スペース空いてるサイドバック裏だったりですとか、スアレスがこういったとこ走った時に、じゃあここ空いてくるからマルコも走ろうみたいな、そういったところも少なかったのが、このね、前からプレスをかけられてるんですけれども、相手がその分ね、リスクかけてきてる裏を取らないんで、ずっとね、足元になって、レアル・マドリードに狙われやすいみたいな、そういう状況が生まれてしまっていました。では、攻撃の方でですね、どんな仕事を遂行したか、このシーンご覧ください。はい、ベンゼマの真受けですね。このシーンなんか得点前のシーンなんですけども、ベンゼマがですね、サイドに流れたボールの、まあこういったパスコースにですね、顔を出してボールを受けて、そこから皆さんハイライトで見られるシーンだと思います。こういう風にボールを奪った時にですね、このブスケツの脇のスペースだったりとか、ディフェンスライン前のですね、まあバイタルエリアって言われるところ、ハーフスペースバイタルエリアって感じなんですけれども、そこにですね、降りてきてボールを引き出して、そのベンゼマが開けたスペースにですね、バスケスだったりとか、ビニシウスが入っていくみたいな、そういったですね、まあソラーリマドリードのね、効率のいい裏を狙う攻撃っていうのが、見られたんじゃないかなっていう風に、このね、仕事が遂行されたから先制点が生まれたんじゃないかなっていう風に僕は思います。ではそんな風にレアルマドリードのですね、まあ作戦が機能していたといえども、まあ同点ということで、バルセロナはどんないいところがあったのか、これですね、得点の時のまあ形とですね、似た前半の形なんですけれども、ここ好位置にハーフスペース取っています。でさっき言ったようにちゃんとアルバがですね、やっぱりチャンスになるシーンは高い位置を取ってるんですね。この同点に追いついたシーンもですね、好位置には低い位置に行っていましたけれども、スアレスに釣られ気味になった裏のスペースにですね、アルバが飛び出していって、キーパーと交錯したところから、最終的にはマルコムって形でした。なのでやっぱり前線の選手が、引っ張って空いたスペースに後ろから出ていくっていう形はすごく有効なんです。でそれが機能するときはきちんとサイドバックが高い位置を取ってるっていう、まあそういった一例ですね。なのでレアルマドリードの守備、まあ2センターバックに対して1トップのベンゼマでいきますし、ここにね、モドリッチが出ていったとしても、3バック化されていたらどこかからは出せる状況ですので、その後後ろからこう自由にボールが出てくる状況、その後足元でつなぐより、スペースをですね使い合う連携、コーチーニョ、スアレスが釣ります、そこに誰か出ていきますみたいな、レアルマドリードのですね、前からの守備を確実に機能させられるわけではないっていうところがですね、今回の同点弾につながったと思います。でここからはですね、まあ、セカンドレグだけではなく、バルセロナがですね、まあ、こういった対策、中央を固められるような守備の対策をされた場合にどうすればいいかっていうのをですね、3つ挙げたいと思います。まあ、1つはですね、ニアゾーンをですね、ちゃんと、こう再現性高く使っていく形を作るっていうことだと思います。今回ですと攻め度が高い位置を取りました、マルセロが出てきます、その際にマルコムが中央から出ていきますみたいな、こういったオートマティックな形がですね、機能してるシーン少なかったですね。先ほど言ったリバプールのですね、不調の話、ここにもつながっていまして、ウエストハム戦の先制点なんかは、釣り出したね、ラナーナが釣り出したところをニアゾーンにですね、ミルナーが走っていってオフサイドだったんですけど、その折り返しを、ゴール決めたみたいな、それでですね、まあ先制点になっちゃったみたいなところがありまして、やっぱりニアゾーンをですね、使う形をこう再現性高く、そのね、やり方は何でもいいんです。サイドバック上げてもインサイドハーフ上げても、ウィングを、上がらせてもいいんですけれども、自分たちでちゃんと作るというのが大事ですね。そしてですね、もう一つは3トップの関係性、まあメッシが入った時なんか特にそうなんですけど、メッシにボールが入るのをですね、怖がった相手のね、センターバック出てきて潰す、サイドバック出てきて潰すがありますので、そこにですね、メッシに釣られる分空いてきたスペース裏に走るみたいな、ボールがないところでの連携をですね、今回のチームだとスアレスが開けたところに入っていく選手が異常に少なかったので、やっていかなきゃいけない。まあメッシが入ったらその分スアレスが走るとかあると思いますので、さっき言った出し手に受け手にの関係で、後半から入っていった、ビダルとかがそういうのでキープレイヤーになるかもしれないなって思っています。今回はね、ビダルがちょっと低いポジションを取ってバランスを取らないといけないような、まあちょっとメッシが入って攻め度が上がるような形になってましたので、ここの整備が必要だなっていうふうに、そういうふうに思いました。この辺なんかもね、リバプールの、マネ、サラ、フィルミーノの3人でこのスペースを使い合う動きができてない。フィルミーノが開けてもマネが入っていくか、サラはですね、結構背中向けて受けるのが最近好きなのかあんまりやりませんので、その辺で、直線的に、ゴールにね、こう向かう攻撃が少なくなってたり、そこで奪われた時の、単純な切り替えね、さっき言った角度の問題とかもあって間延びしてたりとかもありましたので、やっぱりどのチームにもね、共通するところなのかなっていうふうに、そういうふうに思います。で3つ目、これが僕一番重要だと思うんですけれども、左のね、コウチーヌが釣ってアルバ走りました、ここ使って、同点に追いつきましたみたいな、そういった関係をですね、右でもやった方がいいと思うんです。特にレアルマドリードの場合はですね、バルサの右、レアルの左はですね、このすごく噛み合わせ、攻撃の噛み合わせいいなって思うのが、マルセロがまず守備苦手ですね。でレギロン一人になったとしても、レギロンが釣ったところにですね、後ろから出ていく選手がいたら、そこについていかなきゃいけないのは今回だったらビニシウス、そして途中から出てきたベイル、つまりですね、守備がそこまで得意
意じゃない2人なんですね。ヴィニシウスかなり伸びてますけど、それでもですね、上がっていくサイドバックにずっとついていくっていう形ではない。今回もマルセロが1人で2人見なきゃいけない状況できてましたので、左のねこのコーチーニョアルバの関係を、今度は右でですねメッシとセルジロベルトとかでできたらですね、ベイルが戻ってないから裏つかれたみたいなシーンがたくさん出てくると思いますので、レアル相手の攻撃としては左のこのメカニズムを右で使う方がね、この左の場合はバスケス戻りますから、そうなるとですねやっぱり右サイドメッシが引きつけるその裏のスペースにセルジロベルトが飛び出すみたいな、セカンドレグだったら攻めよりも攻撃性のねその攻め上がりのタイミングがいいセルジロベルトを使った方がより一層ねレアルの守備が弱いサイドですので爆発力が増すと思います。まあバルセロナに関してはメッシがいる時といない時でね、メッシっていう中心選手のところが一気にマルコムみたいな若手選手に変わりますと、そこを中心してたのに俺らチームどう動こうみたいになって混乱がね今回の試合にみたいに生まれると思います。そうなるとバルベルデはメッシがねまあ年齢を重ねてきたことによって欠場する試合が多くなりますので、チームの方ねパターンを2つ作ってですねそれを共有させなきゃいけないっていう、そういう仕事を求められる結構酷な状況になると思います。でレアルマドリードの場合はヴィニシウスが伸びてきてドリブルだけではなくね、あのベンゼマが空けたスペースに入るとか、守備の時にラキティチからかっさらったあの守備だったりとか、そういったボールのないところでも、すごく成長を感じさせる選手になってます。そうなるとシーズン終わりまでこのまま伸びていったら果たしてアザールはいるのかっていう話になってきますので、この辺もすごく面白いところだと思いますので、みんなで注目していきましょう。いいねコメントチャンネル登録、そしてですねレオザフットボールパブちょっとですねチケットの追加が出ましたので、もしもね売り切れてて残念がってた方いらっしゃいましたら、今ならまだ間に合いますので 2,3 枚ありますのでぜひともお申し込みください。また。バイバイ。